中東問題に手を焼いているのをいいことに、着々とミサイル核開発を続けていた北朝鮮。気づいた時にはすでに米国自身の脅威へと変貌を遂げていました。日本にとって、そして世界にとっても大きなリスクを伴う朝鮮戦争を回避する方法は残されているのでしょうか。緊張状態にあるアメリカと北朝鮮の今後を占います。韓国が焦土になってもアメリカの北朝鮮攻撃、究極の選択とは。アメリカ海軍は4月8日空母カール・ビンソンを朝鮮半島近海に向かわせると発表しました。ワシントン高本港ふとし、米海軍は8日空母カール・ビンソンの空母打撃群が朝鮮半島近海に向け西太平洋へを航行中と発表した。核・ミサイル開発を繰り返す北朝鮮への牽制が狙いとみられる。米政府当局者はロイター通信に対し、米軍の存在感を強化する必要があると語った。空母打撃群は空母に加えて複数の艦載戦闘機やミサイル駆逐艦、ミサイルジュニオー艦で構成される戦闘艦隊。カール・ビンソン打撃群は8日に寄港地シンガポールをオーストラリアに向けて出航したが、ハリス太平洋軍司令官の指示を受けて反転し北上を始めた。皆さんご存知のように、これに先立ちアメリカはシリアの空軍基地をミサイル攻撃しています。トランプは口だけではないことを証明した。さらにこのミサイル攻撃は習近平との会談中に行われた。トランプは夕食の最中にシリア攻撃を説明した。そして北朝鮮について、トランプは週に中国が有効な手を打てなければアメリカは単独で行動すると言いました。シリア攻撃と合わせて週はトランプならやりかねないよなと思ったことでしょう。そしてアメリカは日本政府にも戦争するからねと伝えています。米が日本に北朝鮮攻撃を言及。北朝鮮の核や弾道ミサイル開発をめぐり、アメリカ政府が日本政府に対し、中国の対応によってはアメリカが北朝鮮への軍事攻撃に踏み切る可能性を伝えていたことが分かった。軍事攻撃の可能性への言及があったのは、先週行われたアメリカと中国の首脳会談より前の4月上旬で、日米の外交筋によると、北朝鮮への対応に関しアメリカ政府高官は日本政府高官に対し、選択肢は2つしかない、中国が対応するか我々が攻撃するかだと述べ、攻撃という表現を使ってアメリカの方針を説明した。選択肢は2つしかない、中国が対応するか我々が攻撃するかだ、だそうです。そしてシリア攻撃で支持率が一気に上がったトランプは、やる気満々発言をしています。トランプ米大統領が北へ警告、米軍は世界最強、金正恩は失敗するだろう。ドナルド・トランプ米大統領は米国の軍事力が強大だとし、金正恩朝鮮労働党委員長に失敗するだろうと改めて警告した。またオバマ前政権のイスラム国 IS 撃退戦事例を挙げ、自身はこれとは違い北朝鮮に電撃的な措置を取る可能性があることを示唆した。トランプ大統領は12日現地時間、放映予定のFOX ビジネスとのインタビューで、米国はとても強い艦隊を送っている、航空母艦よりはるかに強い非常に強力な潜水艦もある、米軍は世界最強だとし、断言するに金正恩は捕まつ損ずるのだ、大きな失敗をするだろうと述べた。弱いオバマと違い、俺は決断力のある強いリーダーだということですね。在韓米軍家族の避難訓練も実施されていると聞きます。あらゆる情報が戦争に向かっていることを示しています。しかしアメリカにとっても
シリアを攻撃するのと北朝鮮を攻撃するのとでは全然別次元の話なのです。今回はこの辺を考えてみましょう。なぜアメリカは北朝鮮を放置したのか。新世紀に入りアメリカは戦争ばかりしています。01年アフガン戦争を始めた。03年イラク戦争を始めた。11年リビアを攻撃した。リビアは中東ではなく北アフリカですが、13年オバマはシリアを攻めると宣言したがドタキャンした。14年シリアのイスラム国 IS 空爆を開始した。17年4月シリアの空軍基地をミサイル攻撃した。アメリカは2カラカラカラと中東と北アフリカを攻撃し続けています。なぜ。アフガンは一応 9.11 の報復とされているので置いておきましょう。イラクについて RPE の読者さんなら、フセインは大量破壊兵器を保有していなかった、アルカイダと関係なかったことご存知でしょう。つまりアメリカは嘘をついて戦争を始めた。では本当の動機は何だったのでしょうか。 FRB のグリーンスパン元議長はこんなことを言っています。イラク海戦の動機は石油前 FRB 議長回顧録で暴露。ワシントン17日時事、18年間にわたって世界経済の舵取りを担ったグリーンスパン全米連邦準備制度理事会 FRB 議長81が17日刊行の回顧録で、2003年春の米軍によるイラク海戦の動機は石油利権だったと暴露し、ブッシュ政権を慌てさせている。石油が理由で戦争するなんて信じられないと思う人もいるでしょう。しかし日本だって ABCD 包囲網で石油が入らなくなって東南アジアを攻めました。実を言うと03年当時アメリカの石油は2016年までに枯渇すると言われていた。それでアメリカには何が何でも中東の石油を確保するという強い動機があったのです。そしてもう一つ、フセインが2000年11月に原油の決済通貨をドルからユーロに変えたこと、これも非常に大きな理由でした。アメリカはイラクを攻め原油の決済通貨をユーロからドルに戻しています。とにかくアメリカはブッシュ時代、嘘をついてもイラクを攻撃する理由があった。ところがアメリカ石油枯渇問題はオバマ時代あっさり解決してしまいます。そう、シェール革命が起こった。おかげでアメリカはロシア、サウジと並ぶ石油ガス大国になった。これで中東の重要性は薄れました。アメリカはその後も中東への攻撃を続けています。しかし13年9月にはシリア攻撃をドタキャン。14年8月から始まった IS 攻撃もダラダラ。17年4月のシリアミサイル攻撃は1日だけです。今後は分かりませんが、石油ガスがたっぷりあるアメリカは明らかに中東への関心を失っています。しかしトランプはイスラエルといい関係にあるので、シリアのアサドやイランなど反イスラエル的国々を放置できないのでしょう。変わる北朝鮮情勢、アメリカがイラク戦争で忙しいのをいいことに、北朝鮮は全力で核開発、ミサイル開発を続けてきました。イラク戦争が始まった03年、核拡散防止条約 NPT から脱退した。06年、初めて核実験を実施。以後、09年、13年、16年と実験を繰り返していった。06年当時、あれは核兵器ではない、という専門家もいました。しかし、現在、北朝鮮が核兵器を保有していることを疑う人は誰もいません。さらに、北朝鮮は核の小型化に成功し、ミサイルに搭載できるとしている。
ミサイルの飛距離はどんどん伸び、間もなくアメリカ本土に届く大陸間弾道ミサイル ICBM も完成すると宣言している。北朝鮮はアメリカが中東で大忙しだった隙にせっせと核開発をしていた。そして06年以降は核を持っているので、アメリカも容易に手出しできない国に変貌したのです。今年北は新たな段階に入ろうとしています。今までは北に核があっても日本と韓国の脅威に過ぎなかった、アメリカの脅威ではなかった。しかし金正恩の言葉通り、 ICBM が完成すれば北朝鮮はアメリカ本土を核攻撃できる国になる。つまり北朝鮮はアメリカ自身の大きな脅威になる、容認できないというのがアメリカの立場なのです。これが朝鮮戦争が近づいていると考えられる最大の理由です。一方金正恩にとってはゴール一歩手前と言えます。 ICBM を完成させ、アメリカが攻撃を思いとどまれば、二度とアメリカから攻撃される心配はなくなるでしょう。アメリカの北朝鮮攻撃で韓国は焦土と化す可能性。実を言うと、アメリカは過去にも北朝鮮攻撃の可能性を検討したことがありました。日本一朝鮮半島情勢に詳しい当たり新一先生、コリアレポート編集長は4月10日、こんなことを書いておられます。米国はクリントン政権時代1992から2000年の1994年に一度だけ北朝鮮への攻撃を真剣に検討したことがあった。クリントン大統領は全面戦争という最悪のシナリオに備え、1994年5月19日、シュリガシュビリ統合参謀本部議長らから戦争シミュレーションのブリーフィングを受けた。シュリガシュビリさんの挙げた数字にクリントンは仰天しました。シミュレーションの結果は、戦争が勃発すれば開戦90日間で5万2000人の米軍が被害を受ける、韓国軍は49万人の死者を出す、戦争費用は610億ドルを超える、最終的に戦費は1000億ドルを超す、という衝撃的なものだった。当時極東に配備されていた在日米軍3万3400人と在韓米軍2万8500人を合わせると約6万2000人。なんとその約8割が初戦3ヶ月で被害を受けることになる。中韓米軍のラック司令官に至っては、南北間の隣接性と大都市戦争の特殊性からして、米国人8万から10万人を含め民間人から100万人の死者が出ると報告していた。出どこはこちら、米国は北朝鮮を攻撃できるか、トランプ・キム・ジョンウンの究極のチキンレース。米軍被害5万2000人、韓国軍死者49万人、民間人死者100万人。これは23年前、つまりまだ北に核兵器がなかった時代の話です。すでに核兵器を所有する北朝鮮。今戦争になれば、犠牲者はどのくらいになるのでしょうか？実際、北朝鮮は米軍が攻めてきたら核を使うと宣言しています。北朝鮮、米国の挑発あれば核攻撃すると警告労働新聞。北朝鮮は米国による先制攻撃の兆候があれば米国に核攻撃すると警告した。米原子力空母などが太平洋西部に向かっているが、北朝鮮の機関紙労働新聞は米国によるいかなる攻撃にも反撃する用意があると表明した。もう一度整理してみましょう。北朝鮮は核兵器を持ち、小型化もし、韓国、日本を核攻撃できる能力を持つとみられる。北朝鮮は間もなく ICBM を完成するとみられる。すると北はアメリカ本土を核攻撃できるようになる。アメリカはこれを座視することができない。ここまでが現状。
では、なぜシリアを攻撃したようにサクッと攻撃できないのか。北朝鮮と戦争になれば、軍人50万人以上、民間人100万人の犠牲者が出ると予想される。もう少し簡潔にまとめると、今の北朝鮮問題は、北朝鮮がアメリカ本土を核攻撃できる能力を持つことを容認するか、韓国人が150万人犠牲になることを覚悟して核兵器、ミサイルを破壊するか、というまさに究極の選択なのです。もちろん確実に150万人死ぬという話ではありません。実際はあっさり金正恩政権が崩壊するかもしれない、あるいは300万人死ぬかもしれない。戦争では何が起こるか分かりません。オバマであれば決して北朝鮮を攻撃しなかったでしょう。しかしトランプならやるかもしれないと思える。シリアのミサイル攻撃も誰も想像していなかったですから。大戦争を回避して北から核とミサイルを撤去する方法はないのでしょうか。